山都市議会議場山都市議会は神奈川県山都市に設置されている地方議会である山都市議会は地方自治法に基づき議会を補助する機関として議会事務局を設置している。職員は総務担当と議事担当に分かれて業務を行っている。また議会事務局の職員は身分を示すために職員記帳が議長より交付され。 職務中は着用しなければならない。市議会は大和市役所の本庁舎5階に置かれている。本会議場、委員会室をはじめ議員控室、議会事務局、議会図書館など市議会の主要施設のすべてが集まっている。大和市議会の定例会は毎年3月、6月、9月及び12月に招集され、各会とも30日程度の会期で開かれる。 その他にも必要に応じて臨時会が開催され、近年は議会内の人事を決めるために5月に臨時会が開かれることが多い。山都市議会では議員全員で構成する本会議と少数で専門的に話し合う委員会の2つの会議が存在する。本会議の流れは原則として開会議案上定委員会付託一般、質問委員長報告議決である。 また本会議では議場に入場する際に議長席に向かって右側の扉から行政職員左側の扉から議員が入場する慣習がある委員会ではその委員会の委員以外の議員も出席でき必要に応じて発言することができる一般質問は確定例会の本会議において議員個人が姿勢全般について市長をはじめとした執行機関の考えや 政策の説明を求めることができる質問のことである。定例会ごとに全議員が行うことができるが、議長、副議長、関西員は一般質問を自粛する慣例が存在する。持ち時間は原則一人30分だが、事前申請することによって40分にまで伸ばすことができる。持ち時間以内なら何問でも質問できる。また行政側からの答弁時間は、 持ち時間を減らさない。議会運営委員会は、各会派の意見を調整する場として設けられ、各会派の議席数に応じて排出された10名の委員によって議会運営に関することを決定する委員会である。山都市議会は、議案や請願、陳情をより詳しく審査するため常設の常任委員会を設置している。各常任委員会は、 それぞれの所管事項についての議案や請願、陳情を審査、調査する。現在は条例によって4つの常任委員会が設置されており、議員はこのうちいずれか一つの委員会に所属している。また、委員の任期は1年である。特別委員会は、不義事件について審査あるいは調査、研究するため、必要に応じて設置される委員会である。 現在一位委員会が設置されている。山都市議会基本条例の制定に伴い、議会改革を検討するために必要に応じて設置される委員会である。定数は10名で、会議は全会一致での議決を原則とする。会議は月に1回の頻度で開催される。山都市議会議員選挙は4年に一度、山都市全域を選挙区とする大選挙区制で執り行われる。 前回は2015年4月26日に実施された。前回の各候補の選挙結果は以下の通りとなる。ありがとうございます。